皆さんおはようございます。クラブツーリズム歴史の講師の奥田でございます。そしてお城インスタグラマーの香里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リモートツアーということで、会津若松城をご紹介させていただきましたけれども、また若松城のすぐ近くにあります向井羽黒山城に来ております。これからこのお城をじっくりとご案内をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、今我々がいるのはこの辺なんですけれども、はい、二の丸、そして縦堀、そして最終的には本丸、ね、こちらを訪ねていきたいと思います。よろしくお使いください。さあ、じゃあここで、この向井羽黒山城跡っていうこのパンフレットを取り出したいと思います。このパンフレットどこでもらえるかというと、皆さんこのパンフレットはですね、今後ろにあります三郷町のインフォメーションセンターでいただけます。しかもこのパンフレット、なんと縄張り図も載ってるんです。この縄張り図を見ながら今日は巡っていきたいと思います。さらにこのインフォメーションセンターでは、俗日本百名城にも選ばれた向井羽黒山城の御城印も買うことができるんです。この御城印、こちらでしか販売されてないということなので、ぜひ御城印集めてらっしゃる方、皆さんぜひね、こちらのインフォメーションセンター来てみてください。さあ、じゃあ早速行ってみましょう。はい、それではこのちょうどね、アジサイが これから咲こうかなというアジサイの道をね、入っていきます。急に山道ですね。そうですね、もういきなり駐車場からね、はい、こう山道に入ってきましたけれども、このお城はですね、はい、二の丸建物本丸と先ほどご紹介しましたけれども、はい、この先あたりからね、はい、うわーっていうぐらいの遺構がね、はい、残っているんですね。あ、本当ですか。はい、楽しみです。楽しみです。このあたりはですね、はい、今遊歩道がちゃんと整備をされていますので安心して歩けます。はい、ただね、確かに歩きやすいですね。そうですね、もうきっちりとね、はい、整備されていますのでね、はい。ただもう、カルちゃん、はい、この中お城ですからね。あ、そうですよね。お城の中ですよ。遊歩道ではないですからね。はい、遊歩道ではないですね。ハイキングロードではありません。そうですね。はい、もうお城の中ですね。え、ちょっと待ってください。はいはいはい、はい。先生、はいはい。なんか見える。できたの、これ巨大な縦堀ですね。そうですよね。右側にこう鳥居がありましてね、これ縦堀です。はい、ね、ここを登っていきます。え、ここ登っていくんですか。ここ登っていきます。すごい。縦堀の中、縦堀を歩いていくんですね。はい。この縦堀はですね、ここを攻める兵が登っていった時に上から石ころを落としたりするんですね。はい、そうするとまさにね、ボーリングのガーターみたいにゴロゴロゴロって言って兵が巻き込まれて起こってきた。こういうような役割もね、果たしている縦堀ですね。非常にこのお城の特徴の一つであります、この縦堀、ね、圧巻ですね。圧巻です。はい、これ400年以上前にこれを掘ったんですよ。ね、それがこれだけ残ってるということなんですね。もうぜひこの皆さん来た時に、まあ、最初にこれに驚いてください。そうですね。はい、急に出てきますよ皆さん。急に出てきますからね。いきなり出てきます、ね。いきなり出てきます。はい。皆さん、まだね、5分か10分しか歩いてないのに、そうですね。結構すごいところでしょ。はい。はい。ちょっと待ってください。はい、はい。また待つんですね。はい、ちょっと待ってくださいよ、これ先生。はい。これもしや。これさっきのところの縦堀、もしやの上の方なんですね。もしやの上側に今来たってことですね。もしやの上側に来たんですね。さらにさらに、かおりさん上見て。ほら。まだ続いてるんですね。本当ですね。はい。だから上から、おそらく、当時は100メートルぐらいの縦堀があったということですね。はい。ここから敵に向かってこう、わーって攻撃がかけられたわけですよね。そうですね。はい。上にも車があって、そこから矢玉を浴びさかれた。それでまたさらにこの溝に沿って石ころを落とされる。はい、ね。もう溜まってもんではないですね。このままそうですね。なかなかここはね、攻めにくいと思いますね。大変だー。はい。それではこの辺から上がっていきましょうか。はい、あ、こっちに行くんですね。こっちに行きましょう。はい。はい、先ほどね、はい、ご紹介したように、このお城見るべきところたくさんあるんですけれどもね、ここから上がって、最初の目的地であります二の丸にね、はい、行ってみましょう。その途中にもいろんなこう仕掛けなり遺構が残ってますからね。あ、楽しみです。ね、はい。わー。ここは今どのあたりを登ってるんですか。
ここはね、はい、二の丸に上がっていく、はい、途中なんですけどね。二の丸に向かってるんですね、今。上がっていく途中です、ね。はい。車とか、ドリーとか、ね、そういったものがたくさんこう、連なっているところですね。ここなんかこうなってますね。ちょっと、ここから見ていただくと、はい、見にくいかもわかりませんが、だんだんになってるでしょ。なってます、なってます。これが、車とドリーのコンビネーションということですね。はい。なんかあそこの盛り上がってるところがなんか気になるんですけど、私。気になるんですか？気になる。普通は気になりますね。気になりますよね。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。何、はい、でしょうか？めっちゃ気になる。わー、ちょっと待って待って待って。え、なんかまた見える。またまた大きな縦彫りが見えるかな。ね、え、ちょっと待ってちょっと待って、先生。これ石垣ですね。石垣ですよね。はい、石垣ですね。はい。あそこだけめちゃくちゃ見えますよ。これは埋もれてるんですね。埋もれてますね、はい、この縦彫り非常に重要な縦彫りなので、まあ、今は見えなくなってるけど一部が露出してるっていうことで、はい、この彫りを守るための石積みがここに貼られている、すごい。今見えませんけど上もずっとおそらく、あ、はい、掘れば出てくる、ね、確かにちょっと見えます。あそこにところどころに見えてるところは、はい、そういうことですね。面白い。この上もうわすごいよ。この縦彫りがすごい。いや、絶対に攻めたくないです。もう随分登ってきましたけどね。登ってきましたね。二の丸はね、もうすぐそこですよ。お、本当ですか？かおりさん、はい、また行き止まりだよ。え、また行き止まりですか？わぁ、もうせっかくここまで登ってきたのに。また行き止まり。ちょっと待ってください。え？先生、行き止まりっていうか、これ、土橋じゃないですか？立派な土橋だね。うわ、私、土橋大好きなんですよ。土橋好きな人多いね。土橋だ。土橋、先生、土橋ですよ。土橋でこれだけはしゃぐ人も珍しい。いや、嫌なんないでください、先生。うわ、土橋だ。今、香織さんが行ったところは、はい、香織さん、ちょっとそこに口を開けて待ってるところがあるけど、これは何かな？待ってください。これもしかして小口ですか？もしかしなくても小口。小口ですよね。まあここから城に入っていくんですね。はい。ただ我々はこのスーッと入っちゃいますけど、はい、ね、左右に土塁があって、うん、その上に車がありますから、前後左右からまた来るんですね。攻撃されちゃうんですね。はい、当然門とかあるいは坂もぎというような防御施設があるわけですから、スーッとはいけないですね。こんなスーッと行ったらもうそんなスーッとはいけないですね。カメさん見落としてるでしょ、あの石、はい、あの石とか。あ、見落としてます、ね、右にも石がある。本当正面にも石がある、ね、ある。ということはここがすごく大事な場所ということになるね。土ですとね崩れちゃうから石を張って、まあ、防御していく。石が、なるほど、土が崩れないようにね、いうふうに防御してるという大事な場所ということですね。大事な場所は石垣を使って強固に防御しているということなんですね、はい、全部を石垣にするというのはちょっとこの足の時代には、はい、無理だったので、うんうん、大事大事要所要所をこういう形で固めたというふうに思いますね、はい、なるほど。正面の石垣もね、まあ、ちょっと大きい、はい、もう大きな石がむき出しになってるけど、はい、右側の方にも石積みが見えますから、あ、本当だ。ここがそれだけ重要な場所だということがよくわかりますね。香織さんが好きな橋を渡って連綿気分で渡ってきたかなと思ったら前後左右から撃たれちゃう、ね、さっきも言いましたけどここは大変な場所だったんですね。土橋に夢中でちょっと周りが見えてなかった。土橋に夢中になると命を落としちゃうということなんですね。足元気をつけてね。はい、香織さん、はい、ここからもっといいものが見えるよ。え、何ですか？ちょっと待って、あ、え、小口ですか？小口、ね、これはクランクしてるんでね、ここはナス型になってるんですね。本当ですね。道がちょっとこうね、はい、遊歩道になってるけども、はい、現実的にはこう四角くなってたと思いますね。なるほど。ナス型の小口ということを上から見るとすごい分かりやすいですね。皆さんがそこで歩いてきたんですね、はい、すごい。はい、かおりさん、二の丸ついたよ。あ、二の丸だ。ようやくついた。わあ、なんかすごい広いですね。意外と広いでしょ。うん、山城なのにここがね、一番広い車なんですね。あ、そうなんですか、うん、この上の本丸はね、こんなに広くですね。そうですよね、はい、山城の中とは思えないこの平地ですね。
小西さん、はい、これがもっともっと時代が下がっていくと、はい、ね、この斜面をどん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 広くして、うんうん、蔵をどん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 広げていくっていうお城がたくさん生まれてくるんですね。はい、あ、ちょっと待ってください先生、すごいよく見える。わあ、すごい。ここは二の丸展望台だね。展望台ですか。この向こうに、はい、昨日行った会津若松城があるんでね。鶴ヶ城が見えるんですか、ここから。ちょっと今日は霞んじゃってるから残念だね。森のあたりですか。森のあたり、この真正面ぐらいにあるんですね、はいはい、なるほど。先生、あの手前になんか川が見えるんですけど、これはね、はい、このお城の外堀的な役割を果たしている阿賀川という川なんですね。この後ろの方に船着き場の跡もね、はい、発見されているので、水運にも利用されていた重要な川です。ここの水運を利用して、こう物資を、物資をこの山城に運んでたっていうことなんですね。なるほど。で、この会津盆地の右と左には街道が通ってるし、この阿賀川の先をずっと辿っていくと、はい、日光の方にいるね、下月街道っていうような。日光に出る道ですから、足の部はここも非常に重要な拠点として守っていたということですね、はい、なるほどなるほど。二の丸に来たらここの展望台ぜひ来てほしいですね。ビューポイントです。ビューポイントです。ビューポイントです。はい、はい、まあ、ちょっとね、残念なことにこの大道なんていうのは、はい、非常になんか駐車場見えるんですけど、フラブチューンに比べていただくとバスがここまで上がってくる。わー、なるほど。タイムが楽しいですね。さあ、ここに看板があります。はい。向かい風の山城、後ろ黒がね、はい、後ろ黒は本丸ってことですね。はい、本丸の下に今、ここが本丸ではなくって、この上に上がっていくと本丸ありますよ、ということですね。